松任谷由実です。というわけでですね、突然出てまいりましたが、今夜のサウンズイズコークパート1でございますが、私とユーミンの対談をお送りするということで大層なことになっているようでございまして、ね、大層というより豪華ですね。豪華な番組ですね。去年までこの番組のレギュラーだったんですよ。本当でね、私はただゲストでね来るのかと思ったら今日両方ゲストという、どういう話になるんでしょう、わかりませんが、ね、お楽しみに、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ皆さん最後までごゆっくりお付き合いください。というわけでございましてですね、はい、松任谷さん、はい、元気ですか山下さん。おかげさまで。あなたもツアーでしょ。そう、私もツアーなんです。今まあ、めぼしいとこみんなツアーやってますね。そうですね。なんかどっかでかすりましたね、神戸あたりで。うん、神戸あたりでね、ええ。この仕事してると、時間が経つのが早い。そうだね、そう考えても、なんか。特にツアーやってるとあっという間でしょ。そうですね。ね。もう10月、11月、風のように過ぎ去っていったでしょ。はい。本当にね。困りますね。あなた、でも LP 出たから、それのプロモーションもあるんでしょ。うん、あの、させていただければ、若干。今度のがいいですよ。あ、本当、どうもありがとう。あのテレビで CM やってるでしょ、うん、あれユーミンが一人でコーラスやってるんでしょ。そう、あれは素晴らしくいいですね。あ、自分で全部コーラスやったのって初めてなんです。うん、うん、あのやってますよこの頃。だって山下君も来てくれないんだもん、ちっともでもコーラスをねしていただくような、うん、もういやしますよ。そういう感じ。またそれ口ばっかなんだから。口ばっかじゃないでしょ。口ばっかでしょ。詰められるな、女は強いんだ、そうなると。いやでもあのたっさんもたくさんコマーシャルねやってるね最近。ディスクにしなくても、ええ、やるんでしょ。そうです、業界人ですから CM のねえ。でもあの私もそうですけど、はい、あなたももうジャンルという感じでね。ジャンル、え、これ山下達郎じゃないのっていう感じの類似品多いですね。そうですね、聞いた時になんででしょうね。ねえ、本当にね、あなたも最近多いですね。でもね、うん、なんか一瞬ユーミンの曲かというのが多いね。あ、そうかな、うん、うん、あ、波があってね、うん、8年ぐらい前にそういう時期がわーっとあって、うん、しばらく誰もね終わったと思って真似しなくなってまた5年ぐらい前にやって、ね、あなたね自分で思ってるだけなの。あ、そう、何度も言うけど、あ、そう、ね、自分で思ってるだけなの。そう、そんなにちょっとぐらい浮いたり沈んだりしても ね、 そのね、ベースメントってそんな変わらないんだよ。あんまり印象が変わらない。そうそうそう、私なんかずっとマイナーでやってきましたからね。自慢じゃないけど。そんなことないでしょ。いまだに交通事故だと思ってますからね。嘘だ。本当だって。だって交通事故がじゃあもう随分ね。長いんですよ。5年続いてる。そうですよ。5年続いてるって変な言い方だけど。もうジャンルですよ。たっさんの場合は声一声あって出しただけでさ。それが嫌いって。ハイになるじゃない、聞く人が。それが嫌いっていう人もいるんだよね。だから逆に、ね、もちろんそれはそうだけど。まあ好き嫌いお互いにありますからね。我々は特にね。それで、うん、ユーミンの新しい LP が一昨日出たんですよ。私はだからユーミンの LP は私やります。私言ってくれて DJ です。松任谷由実さんの新譜が、一昨日出ました。12月1日発売でございまして、リンカーネーションっていつだっけ。はね、2月で、つうことは突起、うん、そう、少しペースがね落ちてきました、ね、すごく昔本当ね半年に1枚出したもんね。半年に1枚。どうしたら できんのそんなに。私あんまりペース落とすと地味になっちゃう感じがして、これは食癖なのかな、いけない。ユーミンって結構あれなんだよね、自分がそういうなんつうの、あの派手にさしてないといけないとさ、うん、思ってるとこある。僕なんかはねずっと初めからデビューの時からずっと見てるでしょ、うん、だからそういうなんつうのかな、やっぱり開拓してくるっていうかね、切り開いてきたっていう一つの典型だと思うわけよ、うん、ユーミンってね。だから、うん、別になんつうのかな、あのヒットがどうしたとかさ、うん、この LP が何十万売れてるとかそういうことと全然関係ないし、一つの音楽のスタイルっていうのをさ、うんうん、やっていくっていうことをずっとやってきたっていう、そのなんつうのこう、あの実績っていうか拡張っていうかさ、うん、そういうのがあるからさ、別にそういうこと、うん、そういう形で全然考えたことないけどね、うん、そういう意味でもね考えてはいないんだけれど、結局自分の生理的なものなのかなと思うの。あれミノタウルスの世界でしょうかね。そうかな、うん、まあ、そういうわけ でございましてですね、一昨日発売されましたボヤージって、なんでボヤージなんですか。ボイジャー。ボイジャー、ごめんなさい、うん、ボイジャーはね、船乗りとか ね、 そうですね、人生の旅人とかね、リインカーネーションがね、あの生まれる前、前世みたいな、輪廻ですね、輪廻、うん、あと、うん、生まれる前の胎児の格好してジャケット写ったりしてたんだけど、うん、今度は生まれ落ちて泳いでいくという。なるほど、その人生航路ですね。
そうですね、あんまり内容はそうなってるかどうか分かりませんけどこじつけるの好きだからいいんです。それがあの今日が実になるのがこの、ね、音楽の面白いところなんです、はいはい、それで12月1日か今度はいいんですよ実に。あ、どうもありがとう。特にあの B 面のおしまいの方がそういうあのボイジャーっていうさ、うん、ニュアンスがよく出てますね。 B 面の感じの、うん、あのちょっとトロピカルの B 面の2曲目の曲でしたっけ、うん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 、あれとか B 面の4曲目のあたりが、はいはい、感じちゃんと聞いてるんですよ。あ、どうもありがとう、うん、今度は何だっけ。もう次のコーナーでは山下達郎を分析するって何だって2シングル1 CM でこれで売れないわけがないっていうね。プロモーション的にも僕から言わず完璧なんですが、すごい。ではこの辺でレコードいきましょうよ。ユーミンのこれはあれですか、あの B 面の1曲目に入っています。はい、ハートブレイク。次のアルバムはまた次のアルバムの話しないでくださいよみたいなで山下くんはどういう感じでレコーディングに取り掛かるわけ。僕はね、先に作品書いといて30曲ぐらい書きためんの。うわ、でボツ、ボツがだから30で今回10曲入ってるから20曲ボツってるでしょ、うん、その前18曲度が濃くなるわけだよね。今ストックは50ぐらいあるんだけど、すごい。だそれがすごくね、2年ぐらい前撮ったトラックが今回の LP 入ったりする。へえ、わかんない。なんかスティービーワンダー方式みたいな、どん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 撮っていくわけ。そう、できたらそれが僕の夢だったんだよね。で、あのほらレコーディングのためのレコーディングっていうのがさ今ほとんどじゃない、うんうん、で例えばさビートルズなんていうのはさ、うん、ビートルズにしろビーチボーイズにしろ60年代のグループっていうのはさ、うん、ワンセッションで1日やって4曲とか5曲とか撮るんだよね、うん、それを常時60曲ぐらい持ってるわけよ、うんうん、それで例えばヘルプとかシングル出した時に、うん、それに合わせて多分編成して LP を作るんだと思うわけ。それがあのね60年頃の LP の作り方だったと思うんだよね、うんうん、そうすると今はさ僕らはレコーディングのためレコーディングしてるからさ、アレンジャーがやっぱりいろいろアイデア入れてもさ、うん、後悔するとこって必ずちょっとあるんだよね、うん、ここのところさコーダーをさもう一小節くっつけてなんか仕掛けしたかったとかさ、ね、うん、A もう一回あったとかさ感想もうちょっと短くしたいとかさそういうのがあったよね、うん、そういうのをさ一回やってみて、うん、もうワントラックあの、うん、もうリテイクすることでそれを解決するっていうのが僕のもうすごい昔からの夢だったのね。それは最初に撮ったものも十分そのままいけるということであれば収めて平気なクオリティにしとくわけ。そう、うん、だある程度かぶせまでしといて、うん、そこで一切やめてもう一回やろうっていうね。あ、すごいね。だ自分で現場持って初めてできるんだけど ね、うん、それをだからこの前の LP があるからね、うん、それでやってるのね、うんうんうん、ですよ。あ、そう、だから時間がかかるんですよね逆に言うと、うん、でもいいよね。うん、私本当にね、それ60年代60年代って話が出てるけどやっぱり60年代の音楽がタッツァンにとったユートピアみたいなさ、そういうのある思い出。そうでもだから僕の精神的にはそうだよね、うん、ただ音楽史っていうのを見てると別にその30年代のね、うん、あのじゃあ例えばベニー・グッドマンとか、うん、グレイ・ミラーとか40年代のフォー・フレッシュメンとかそういうものもすごくいいんだけど、とにかく僕がすごく憧れるのは、うん、最近はマルチトラックって言ったら24に音が分割されてさ、うんうん、ドラムとまずベースとキーボードとギターの人がやって、うん、それに何を入れるかっていうことをやってるでしょ。昔は全部一発だったじゃない、うんうん、スレーブとかも、ね、そう使っちゃうしね。もうだからねスレーブっていうのがあって今24と16と連動してねとか合わせていくと40チャンネルか使うわけでしょ、うん、そうするとあのあんまり楽器自体同士が機能的になんか動いてないような気がしてね。であの頃は本当にだってビートルズなんてドラムとギター2本とさベースだけでしょ、うん、あとコーラスじゃない、うん、それだけで作ってるわけでさ、うんうん、CCR ぐらいまではそうだったんだよね、うん、それがだんだんこうでオーケストラ入れるやつでもさ、うん、ちゃんとオケとリズム隊と一緒にやってさ、うん、だからフランク・シナトラのレコードとか全部そうじゃない、うん、だからアレンジャーはそれなりの本当のそこで一発に耐えるさ、うん、音の世界作る能力が要求されたし、うん、ところがそれがマルチになって結局消去可能になってね、うん、そういう本質的なリズム隊でもドラム差し替えるとかね、うん、後からやり直すとかいうことも可能になったわけよね、うん、リズムボックスが入ってれば、うん、そうすることによってだんだんなんかアレンジャーがさ怠惰になってきたっていうか、うん、あ、そうかな、すごいその感じるね、うん、だから特に歌謡曲なんかのアレンジっていうのがさ僕なんか全然理解できなくてさ、うん、そういうのがさもうちょっとなんかこう楽器同士がさ機能的に動かないかなとかね、うん、なんかこうあれだけど偉そうだけど、いや、うん、私はね自分で音質とかそんな分かんないし任しちゃうしね。ただ哲学的なところに行っちゃうと結局音楽でも絵でもさ形とか実際に聞こえるものよりも空間をね表現してるんだということで考えると本当今は機能的すぎるわよね、うん、でもユーミンはきっと
詩とね、うん、曲で多分ユーミンの言いたいことって全部言い切ってると思うから、うん、多分誰がアレンジしても、うん、誰が演奏してもユーミンの世界ってのはそのままどういうようにね、うん、あれしてもそのまま変幻自在で変わると思うんだけど、うん、僕の場合はだからなんていうの、僕の音楽のジレンマっていうのはさ、うん、今の音楽って詩と曲じゃなくて、そういう例えばドラムのフレーズとかギターのイントロとかそういうのが全部合わさって、ジャケットまで合わさって音楽っていうになってるようなね、その情報が多様化してるから、うん、そういうような気がするから、それが一つかけてもなんかね、うん、いけないと思い出してからすごくなんか病気になってきたんだよね。それが詩曲で本当に誰が歌っても、うん、それがどういうような人が弾いても、ギター例えばギター1本で弾いてもフルオーケストラやっても同じ、要するにそれは曲であるっていうね、うん、のがどうも違うんだよね僕の中ではね。あ、そうかな。それがだから逆に言えば弱みでもあるんだけど、うん、で僕の曲はよく言われるんだけど、だからギター1本で弾くと大して面白くないんだよね。うん、だからそのいいんじゃない、総合で勝負してるのとさ。それも一つのだからやり方だからね、うん、だからそういう意味では僕は国民歌手には多分なれないだろうなっていうかね、うん、そういうことはよく思ったりするで。も思わないでしょ、まず思わない慣れないし顔が顔だし。いや、そう、よく言うよ。僕今度の LP なんで好きかっていうとね、いや私のこれはあなたのブロックこれは非常に重要なものニューウェーブしてないのよ。うん、ニューウェーブからはもうますます遠ざかりたい。お願いだからニューウェーブやめてね。うん、ニューウェーブやってない人ってすごい少ないわけ今。ああ、そうだよね。だってテレビのコマーシャルなんてほとんどさニューウェーブだしさ、うんうん、レコードもそうでしょ、歌謡曲だって全部そうだしさ、打ち込みで、ね、コンピューターとさシンセドラムとね、うん、それじゃない音楽っていうのはすごく少なくなってるから、なんか自分で不安になってくるわけ、うん、本当になんかもしかしたら自分はね時代に取り残されつつあるんじゃないかとかさ、うん、そういうこと思うんだよね。ただ逆のムーブメントも出てきてるじゃない、うん、ビッグカントリーじゃなくて、あ、ビッグカントリー、うんうん、そうだね、まあポール・ヤングとかさ、うん、イギリスでもジョー・ボクサーズとかさ、割とこう泥臭いのが出てきつつあるから、だから多分そういうのがまたね、うん、戻ってくるような気するんだよね。あのね、この間ね、全然関係なくね、はい、小室仁さんの ね、なんかテレビでやっててさ、見てて、あの人はあれしかできないからああいう形で音楽やってるんだけど、おお新鮮だなとか思っててすごい不思議だったのよ。で、ディランとかもね、うん、全然聞いたことなかったんだけど、あのあれを80年に置き換えたこととかやったら新鮮だろうなと思って、うん、ユーミンのはそういう意味でだからさ、詩曲がそういう具合なね、うん、完結の仕方してるからさ、ニューウェブでやろうと思ったらできるから、うんうん、お願いだからやらないでね。やらないように心がけますよ。、うん、ただこれはあのうちの旦那なんかとも喋るんだけどね、あのコンピューターを入れるっていうのは温度を調節する、これじゃあ暖かすぎるって時には、うん、あのうん、どっかに加えるっていうようなね、出したい温度をにらみ合わせて、うん、という意味で基本的にそれでやろうというのは毛頭ないんだけどね、うん、なるほどね、うん、安心します。タッツァンはどうですか。僕はもうノーシンセサイザーが僕のキャッチフレーズですから。本当。うん。でまあ今すごいお互い、はい、あのツアー中なわけなんですけど ね、 すごいね、ツアーの数、うん、40本ぐらいまでだね、本当はね。25本ぐらい来ると煮詰まるって来ない、うん、なるわよ。だから私はそういうところでちょっとまた強靭になってるからね。今年何本やってんの。ね、今のツアーがね、64か5ステージなのね。春にもあったでしょ。うん、で春に重なってたから100ステージぐらいかな。で、ワンダフルムーンっていうのがあったもんね、それ入れると110ぐらいですね、うん、それで戸月に1枚 LP 出すってのはもう信じられないね。、うん、病気だね。すごいね。でもさすがにこの間鬱になったもん。ああそう、うん、自分でやばいっていう、切れそうという感じになってね。うん、でだんだんやっぱり旅もきつくなってくるんだよね、年だね、うん、あなたも来年30でしょ。そうなの。え、サツアンはさ、僕は2月だから28年の2月でしょ。あと29年の1月。じゃあ30になったんだ。なったんです。ええ、そっか、弱いみそじですよ。でも頑張りましょうね。そうですね、うん、頑張るってさ、人に対して頑張るんじゃなくて、ね、自分の表現したい世界をさ。そうだね、うん、できるうちにたくさん、うん、形にしたいじゃないね。でも少なくとも言えることは、30になったら30の音楽っていうのをさ、うん、やっぱりこういう少なくともロックフォークって呼ばれてるようなね、うん、あの種類の音楽っていうのが
まだ日本では例えば40になったらどうやってる人いないわけよ、うん、割とまだ先いるけど、細田さん37でしょ、来年で、ね、あのぐらいが最先端でさ、あの人も若い子のエキスを吸ってさ吸い取ってさ吸い取ってさだからそれに比べれば僕ら30だからまだあの若い方だけど、でも若いミュージシャンと若いミュージシャンと喋るのって言うと いきなりすごくこっちがグンっていっちゃったみたいだけど、うん、あのいつあの人たち辞めるんだろうって思ってるみたいよ。へー、いつまでやってるんだろうってね、あの尊敬もさ、そのやっかみも含めてね。だから下から見るともう目の上のタンコブよ。そうだろうね、こちら早く頑張って打ち負かしてくださいこっちは負けないからね。そうだね、こっちは負けないよ。ちょっとやったのこっちは負けないからね、うん、もう10年やってきてるから、ね、うん、年寄りは頑固でね、という本音が、ね、お互い出ましたけれど、うん、今度はね、たっちゃんのレコード、はい、これはいつの、あるんですね、あのいつのに入ってるんですか。あのこの前のメロディーズと LP なんですけどね、はい、あのあれなんですよ、企画もんでね、これピクチャーレコード作ったんですよ、うん、こういう、あ、綺麗綺麗、クリスマスのね、うん、限定2万なんですけどね、うんうん、だシングル版っていうかそういうわけじゃないんだけど、うん、まあ、ファンサー45回転、そう45回転の30センチシングル、うん、でだから全然こう1300円なんだよね1枚、うんうん、だから儲けないの、うん、だからまあファンサービスって言われて、で綺麗綺麗、裏がね赤ホワイトクリスマスが入ってて、うん、これアカペラのホワイトクリスマスでやってね、うん、これで、いやこういうのできるからいいよねアカペラのホワイトクリスマスおませねおませだって部屋で聞きたくなるじゃない、うん、おませってのねそれを12月の14日かな、うん、だね、発売なんで、そう、じゃあその、ホワイトクリスマスじゃない方、そうです、これはメロディーズに入ってる方です、方よろしく、クリスマスイブ。クリスマスをおませに過ごしていただきたいな。おませ何言ってる、12月10日発売でございまして、お早めに今日はですね、非常に取り留めのない30分でございましたけど、松任谷由実さんと私山下達郎で、男の特権で自分で司会してますでしゃばりだって言われるんです、そんなことないよ私なんか喋ってて引っ込めとか言われるかもしれないじゃんそういうね、自分を卑下することばっかり言ってだってフランチャイズでしょ、ずっとやってた番組でしょ、まあいいお気楽に来たのにさ、両方ゲストだっていうからね、うん、緊張したんですよ、それがね、向こうのまたね、あれなんですよ、思惑、はあ、というわけでですね、緊張しましたね、結構、そうですね、30分でよかったですね、うん、1時間だとこれがまたね、もっと深い話になったりしてそうだよね、そうですよ、うん、
聞いてた人はどうだか分かりませんが、うん、でも足りない話からこの二人の深みをね汲み取ってリスナーの方には、まあ、お互い頑張ってやりましょうよ本当に。そうですね、いろいろ世の中も変わってますけどね、はい、そう、私はね最後に言いたいのは、前にもねたつさんに言われたけど、中道というか、当たり前のことをいかにかっこよくやるかという人が少ないから。そうですね、お互いね、これが辛いんですわ。木をてらったことじゃなく、そうです、うん、この間ね全然関係なくね、篠山さんとね、篠山紀信さんと、うん、初めて会ったのね。今までなんかいろいろ機会があったんだけどボツってて、で同じこと感じた写真で。でも新しいことは必ずやってるわけよ ね、 うん、そうね、すごくオーソドックスなことをやっていそうで、うん、いろいろ他のジャンルにもさまた目を向けてね、刺激を与えてくれる人と知り合ってねやっていきたいと思うんだけど、わかるね、たっちゃんなんかはね同業者でそういう意味で良きライバルですよ。そうです、商売がたきです。商売がたきね。レコード発売日重ならないように気をつけましょうねこれからも。じゃあお互いツアー頑張って、はい、体を体をそちらもご自愛のほど、どうも。